これ知らないと損します。一番痩せるスナットがあるんです。はい、腸活ダイエット整体師の佐藤澄香です。あなたはスナットを食べているけれども全然痩せないなんてことないですか？それは材料選びや組み合わせが良くないからかもしれません。そこで今回は一番痩せるスナットの材料の選び方と美味しい簡単なレシピをお話します。これであなたも腸内環境が整って根本的な痩せ体質へと生まれ変わることができるんです。実際に私のクライアントの方もこのスナットを積極的に摂取したことで1ヶ月でマイナス3キロしっかり食べながら痩せることができています。ぜひ最後までご覧くださいね。目次です。 1. スナットを食べると痩せる理由とは。 2. 一番痩せるスナットの材料とは。 3. さらに痩せるおすすめのスナットの簡単レシピ5選。 4. 注意点、こことっても大事。ここで間違ってしまうと逆に太ったり健康を害してしまいます。ぜひ最後までチェックしてくださいね。腸内環境を整えて根本的な痩せ体質へと生まれ変わることで心も体も健康で綺麗な女性を増やしていきたいって思いで配信しています。ぜひこの機会にチャンネル登録してお役立てくださいね。では目次1です。スナットを食べるとなぜ痩せるのか、その理由についてお話します。痩せる理由その1はこちら。お酢に含まれる酢酸がダイエット効果を高めてくれるからになります。この酢酸のおかげであなたの腸がとっても元気に動き出すんですね。残念ながら食べ物を取って善玉菌を体に入れても1日から2日経てば体外に便として出てってしまいます。なので私たちは常に痩せ菌と呼ばれる善玉菌を食べ物から摂取する必要があるんです。そこで最も大切なのが食べ物もそうですが、実は腸をいかに元気に動かすことができるかできないかでダイエット効果が全然変わってきます。酢酸のおかげで腸が元気に動き出すと腸粘膜からムチンという液体が出るんですね。これが善玉菌を増やしてくれるんです。そのことによって腸内環境が良くなるんですね。ですからいかに腸を元気に動かすことができるかできないかで善玉菌たちを増やすか増やせないか、ここが変わってきます。この他にもお酢のダイエット効果はたくさんあるんですね。例えばこちら、太る原因の血糖値の急上昇をぐっと抑えてくれますから、その分脂肪を溜め込みにくくしてくれるんです。またお酢はあなたの食欲を抑えてくれたり、脂肪燃焼効果や腸が活発に動くことで老廃物がデトックスされて代謝もアップします。また腸の動きがとっても良くなりますから、便秘解消やそのことで巡りが良くなって冷え対策にもなるんです。そして巡りが良くなる関係とカリウムが豊富なのでむくみの改善効果も高いです。ここではお酢のダイエット効果について簡単にお話しました。もっと詳しく知りたいという方は別動画あります。コメント欄にリンクを貼っています。こちらの動画もぜひご覧くださいね。痩せる理由その2はこちら。納豆で良質なタンパク質の吸収率が高まります。実は納豆は大豆でできてますよね。でも大豆のまま食べるよりも納豆になったことでタンパク質の吸収率をアップすることができるんです。なぜか納豆に含まれるタンパク質はあらかじめ発酵によって分解されているので、より体内に吸収しやすくなっているんです。また納豆に含まれる良質なタンパク質とは何でしょうか、ということで体内で作ることができないアミノ酸9種類が全てこの納豆で補えちゃうんですね。バランスよく食べようと思ってもなかなか難しいですよね。あれもこれもというよりはこの納豆をしっかり食べることで一度に9種類アミノ酸取れちゃいます。これは味方につけたいですよね。また大豆のタンパク質にはアディポネクチンと呼ばれる善玉のホルモンを増加させる効果もあるんです。アディポネクチンとは糖質やコレステロールの代謝にも関係しているホルモンなので、糖尿病や生活習慣病にも役立つと言われてるんです。このように健康
に痩せるためには絶対に良質なタンパク質が不可欠です。人はタンパク質がある一定量摂取できるまで食欲が収まらないと言われています。なので例えば痩せたいからといってね、お野菜ばっかり食べてる方逆に太ります。なぜかいつまでたってもお野菜だけですとタンパク質不足ですから、あなたは食欲が止まらない、結局食べ過ぎて太ってしまいます。痩せる理由その3は発酵食品です。お酢も納豆も発酵食品です。発酵食品に痩せ菌と呼ばれる善玉菌がたくさん含まれているんですね。痩せるためにはこの善玉菌たちがしっかりとたくさん種類がいて、あなたの腸内にいつまでも元気で動いてもらう、これが一番大事。逆にデブ菌と呼ばれる悪玉菌が多い方っていうのは、デブ菌が好む太るものが食べたくなってしまいますから、あなたはいつまでたっても太るものがやめられない、止まらないということで太ってしまうんです。痩せる理由その4はこちら、納豆菌パワーになります。この納豆菌は発酵を進めてくれるだけではなくって、腸内に入ると腸の動きをとっても良くしてくれるんですね。またこの納豆菌すごいところ、胃酸や熱にめちゃくちゃ強いので、生きたまま腸内隅々まで届きます。腸で納豆菌が働いてくれると、乳酸菌などの善玉菌たちがもっともっと一緒に元気になってくれて、結果腸内環境が整うんです。もう正義の味方みたいな頼もしい菌ですよね。痩せる理由その後はこちら、食物繊維になります。納豆に含まれているこの食物繊維がこれまた腸の動きを良くしてくれます。もう最高の食べ物ですよね。今お伝えした様々なダイエット効果以外にも健康効果もあります。例えば納豆に含まれているこの納豆キナーゼ、発酵の過程で本来大豆には含まれていない酵素なんです。この納豆キナーゼのおかげで血液サラサラになるので、脳梗塞や心筋梗塞などの予防にもつながります。また先ほど登場したこの納豆菌にもめちゃくちゃ健康効果があります。この納豆菌の発酵作用により、普通の大豆よりもビタミン B 群やビタミン K が豊富になるんです。ビタミン B 群は糖質、脂質、そしてタンパク質の代謝を促しますから、ツヤツヤの肌、髪の毛に生まれ変わることができます。そしてビタミン K はカルシウムの吸収を良くしてくれる効果がありますから、骨粗鬆症の方なんかはもうぜひこの納豆を召し上がっていただきたいなって思います。また納豆に含まれるこのサポニンやレシチンは肝機能を高めてくれる効果もあるんです。また美容効果も絶大なんですね。なぜか納豆に含まれるこのイソフラボンのおかげです。イソフラボンはポリフェノールの一種なんですね。このイソフラボンが私たち女性にとって嬉しい女性ホルモン、エストロゲンと似た効果を発揮してくれます。女性ホルモンが減少していくと、ほてりやイライラだったり、お肌のトラブル、骨粗鬆症などいろんなトラブル出てきますよね。そこでこのイソフラボンをしっかり摂取することで、そういった症状を改善していきましょう。では目次にはこちら、一番痩せるスナットの材料ということで、選び方ポイントをお伝えします。1、納豆の選び方についてお伝えします。ぜひ国産の遺伝子組み換えではない大豆から作られた納豆を選びましょう。海外の大豆から作られた納豆は遺伝子組み換え大豆が混入するリスクが高い。日本は遺伝子組み換え大豆の商業栽培は禁止されています。なので生産保管しないために混入するリスクが低いんですね。そして納豆の種類、おすすめはひきわり納豆になります。もちろん粒でも悪くはないんですけども、ひきわりになっていることで空気に触れる表面性が大きくなる、イコール栄養価が高くなると言われています。そしてビタミン K も粒タイプと比べると 1.5 倍多く含まれていると言われています。そしてとっても大事なのが、ぜひ添付のタレやからしは使わないでください。化学調味料がたっぷり入っているので健康にも悪いですし、逆に味覚が異常になって太ってしまいます。そして2つ目、お酢の選び方なんですけれども、ぜひ
純リンゴ酢を選びましょう。冒頭でお伝えした酢酸の量が他のお酢と比べて多いです。そしてなんといっても美味しい、フルーティーなので続けやすいと思います。純リンゴ酢は無添加です。見分けるポイントはたった一つ、裏の原材料名をチェックしましょう。リンゴ果汁 100% のみでできているリンゴ酢でしたら純リンゴ酢になります。また私のお気に入りはリンゴ果汁とリンゴ果実も入っている、もう完全無添加のリンゴ酢だったり、こちらはおそらく全国で買えると思います、ミツカンの純リンゴ酢。あとイオのトップバリュー、近くにスーパーある方はこちらも純リンゴ酢、コスパが良くておすすめです。逆にもしこのような添加物が入っているリンゴ酢選んでる方は太ってしまいますから気をつけましょう。例えば加糖ぶどうと液糖などの糖質量がたっぷり入っているようなリンゴ酢だったり、もしくは人工甘味料がたっぷり入っているこういったリンゴ酢ドリンクになってしまっているようなもの、これらは NG です。では木次さんはこちら、酢納豆のアレンジということでおすすめの簡単レシピ5選お伝えします。ポイントはベースは国産のできればひき割り納豆1パックに対して、痩せるお酢は何でしたか？そうです、純リンゴ酢でしたね。純リンゴ酢を1パックに対して大さじ1入れる、これがベースの酢納豆です。そしてここからお伝えする簡単アレンジレシピということで、トリプル発酵食品を使ったレシピ集ということになります。リンゴ酢も納豆も発酵食品でしたよね。ここに加えてもう一品発酵食品を加えることで、あなたは痩せ菌たちをたくさん増やすことができます。ではアレンジレシピ1つ目はこちら、塩麹をプラスすることになります。先ほどのベースの納豆1パックと純リンゴ酢大さじ1にこの塩麹をお好みで結構ですが、だいたい小さじ1杯程度納豆酢納豆に混ぜて召し上がってください。これでトリプル発酵食品になります。塩麹はスーパーにも売っていますが、私はぜひおすすめしたいのがこちら、乾燥の米麹で手作りで塩麹作ってみてくださいね。詳しいこの作り方は別動画がありますので、コメント欄でチェックしてください。旨味があってこの塩麹スナットめちゃくちゃ美味しいです。アレンジレシピ2つ目はこちら、かつお節になります。だいたい1パックお好みで入れてしまってもいいと思うんですけれども、かつお節も発酵食品ですね。しかもめちゃくちゃ栄養が取れます。ここでもタンパク質がしっかり取れますから、ぜひ納豆とかつお節両方動物性植物性のタンパク質を摂取しながらトリプル発酵食品で美味しく召し上がって痩せていただきたいなと思います。そしてアレンジレシピ3つ目はこちら、無添加のキムチになります。もうこれも私すっごく気に入ってるんですけれども、よくですねスーパーで売っている市販のキムチは添加物がたっぷり、もう非常に残念なんですけども、あなたもぜひ購入する前にこの原材料名をチェックしていただいて、そこにもしも調味料カッコアミノ酸とカッコ閉じとこれが書いてあると、実はこれが化学調味料なんですよね。で、見極め方としましては原材料がまあ書いてある、途中にこうスラッシュがあってその後ろ全部添加物なんですけども、特にこういった人工甘味料だったり化学調味料だったりこういったのが入っているキムチは食べてしまっては逆効果、太ってしまいます。なぜかもうお分かりですよね、味覚が異常なんてあなたはますます太るものが食べたくなってしまう。ですからなかなか無添加キムチ見つからないって方よくお声聞くんですけども、諦めないで探してみてください。で、私はこちらは福岡市のですね株式会社金島さん、福岡県粕屋郡だ、はい、こちらのメーカーさん無添加作ってくださって、これ昆布仕立てでめちゃくちゃ美味しいので、もしお近くの方もしくはお取り寄せできる方はおすすめです。で、このキムチも納豆1パックに対して適量混ぜて、しっかり混ぜてね、美味しく召し上がってください。はい、そして4つ目のアレンジレシピはこちら、ヨーグルトになります。って酢納豆にヨーグルトなんか入れてどうなのと思った方、
美味しいんです。例えばヨーグルトはもちろんプレーンヨーグルトですよ。無添加のプレーンヨーグルトで、ぜひ例えばまあ代表的なブルガリアヨーグルト、いろいろね全国で手に入ると思うんですけども、こればっかりっていうよりはやはりいろんなヨーグルト、プレーンヨーグルト試していただきたいんですね。なぜかというと、そのヨーグルトによって入っている善玉菌の種類が全然違うから。ですから多種多様な善玉菌を含むヨーグルトをバランスよく召し上がる方が、いろんな菌がお腹に入りますから、ぜひばかりというよりはいろんなヨーグルトを入れて食べてください。だいたい納豆、スナット1パックにね大さじ1杯程度入れてよく混ぜて完成です。ではアレンジレシピ5つ目はこちら、甘酒になりますと言っても無添加でお願いしますね。人工甘味料やお砂糖がたっぷり入った甘酒は NG です。ということで、どんな甘酒がいいのということで、ちょっと私がですね手に入ったのがこちら、マルコメさんの米麹から作った無添加の麹甘酒だったり、もちろん手作りでもいいんですよ。でもしくはこの瓶のこちらですね、アルコールは入っていませんっていう、甘酒ですね。材料がぜひ酒粕の甘酒ではなくて、この米麹でできている無添加の甘酒を使ってください。ではここから簡単クッキングということで、実はこのスナットプラス甘酒の納豆は作り置きすることができます。もちろんすぐに食べれる方は納豆1パックに対して純リンゴ酢大さじ1、そして甘酒小さじ1、お醤油小さじ1でこうよく混ぜてパパッと食べていただいて丸なんですが、実はいっぱい作っておいて1週間ほど冷蔵庫で保存することができます。ということでちょっとね実践作ってみたいと思います。こういった引き割り納豆ですね、3パック準備してください。そしてもちろんこのテーブルのタレは使わないでしたよね。3パックしっかり泡立ててよく混ぜてね引きます。じゃあまず保存の容器はできるだけガラス瓶がおすすめです。でここにまず納豆を3パック入れていきますね。そしてまあもちろんベースがねスナットですから、納豆1パックに対して純リンゴ酢が大さじ1でしたので大さじ3杯入れていきますよ。はい、今納豆3パック入りました。いいですね、糸引いてますね。はい、この納豆これ3パック分入ってます。でここにじゃん、今回ちょっと水化の純リンゴ酢にしますけども大さじ3杯入れていきますよ。はい、これちょっとね大さじですからね、3杯入れていきます。1、2、3、はい、これで純リンゴ酢が大さじ3杯入りました。そしてここから納豆1パックに対して小さじ1でしたから3杯なので大さじ1になりますね。ちょっとよく振っていただいて、この瓶の方甘酒使っていきたいと思います。甘酒美味しいですよね。飲む点滴と呼ばれているもこれめちゃくちゃ酵素が入ってますから、ぜひ飲みすぎは注意ですけどね。でこれ大さじ1杯入れていきますよ。はい、入りました。そしてこれもね無添加の醤油にしましょう。はい、お醤油です。これも大さじ1ですよね。はい、大さじ1入れます。はい、入りました。わ、めちゃくちゃいい香り。もうこれはね本当おかずになります。でこれに例えば昆布とか人参とか大根とか細切りで入れても1週間くらい持ちますから。よ、うわー、めちゃくちゃもう、これ本当お野菜にかけてもね、スチーム野菜とかにかけても美味しいです。でこれよーく混ぜていただいたら、あとは蓋をして1週間冷蔵庫で保存できますが、なるべく早めに召し上がってくださいね。この甘酒スナットのレシピはコメント欄に貼っておきますね。では目次4はこちら、注意点ということで、ここ一番大事、摂取量、そして摂るタイミング、納豆の種類について詳しくお話します。ではまずその1、このスナットの摂取量はどれぐらいということで、ズバリ1日に1パックで十分でございます。例えば
嬉しい成分イソフラボンも取りすぎには注意なんですね。1日あたりの最大摂取量は 75mg までと言われています。納豆1パックには約 35mg のイソフラボンもうすでに入っています。他の食品との関連も考えるとやはり納豆は1日1パックで十分ということになります。また納豆にはプリン体も含まれているので摂りすぎてしまうと痛風の原因にもなりかねません。なので酢納豆は1日1パックで十分、そしてあくまでも添付のタレやからしは使わない、これがとっても大事。その2、食べるタイミングなんですけども、ぜひダイエット目的の方は朝に召し上がってください。朝に酢納豆を食べるとその日1日の食欲を抑えることもできますし、朝から代謝が上がって燃えやすい体で過ごすことができます。またダイエット効果だけではなく血液をサラッサラにしたい方は夜に召し上がっていただく方が丸です。寝ている間に納豆キナーゼが働いて血液をサラッサラ、寝てる間には血液ドロドロになりやすいのでこういった効果を使うといいと思います。そして最後に納豆の種類なんですけども、もちろん粒タイプでも OK なんですよ。粒のままですと皮ごと残っている関係で食物繊維の摂取量を増やすことができるというメリットもあります。またおすすめしている引き割り納豆は先ほどお伝えした通りのダイエット効果がありますよね。健康効果も高いです。またよく受けるんですけれども、こういったお悩み、先生って納豆が苦手っていう方いらっしゃるんですね。あのネバネバがどうしてもダメって、わかるっていう方もいらっしゃると思うんですけども、でしたらフリーズドライになった納豆だとポリポリっと美味しく召し上がっていただけますし、ネバネバも気にならないですよね。ただしそういった加工してあるものは化学調味料、ね、余計なものが入っている可能性が高いので、必ずフリーズドライの納豆を購入されるときには原材料をチェックしましょう。完全無添加のフリーズドライの納豆でお願いします。そこに純リンゴ酢をリンゴ酢さゆなどにして一緒にセットで召し上がると大丈夫です。さあ、ここまで動画を見てくださったあなたはもうすでに腸活ダイエットの一歩を踏み出していらっしゃいます。実際にこのダイエット法で1ヶ月でマイナス3キロになった方がたくさん出ていらっしゃいます。そしてお知らせの後に今回の動画の大事なポイントまとめがあります。ぜひ最後までチェックしてください。腸活ダイエット整体師としてこれまで1万人以上の方の心と体のケアをした経験から、心と体が健康で綺麗になって、そして根本的な痩せ体質へと生まれ変わることができる腸活ダイエット、詳しいその方法を動画4本無料でプレゼントしています。受け取りたいという方はこの説明欄の下リンクから LINE のご登録されて受け取ってくださいね。では今回の動画、大切なポイントまとめになります。1、材料は安心安全な無添加のものを選びましょう。2、この酢納豆は1日1パックまでにしましょう。3、ぜひこの酢納豆を朝食に食べるのがおすすめです。朝から食欲を抑えることができて1日痩せ体質キープできます。さあ、あなたも今すぐ取り組んでみてくださいね。それでは以上になります。このお話役に立ったなと思っていただけましたら、いいねボタンやチャンネル登録、また実際に食べてみてこんなになった、あなたのオリジナルのおすすめレシピなどありましたら、ぜひどんどんコメントください。楽しみにお待ちしています。それでは次回の動画でお会いしましょう。